釣ってみせましょう。はい、おはようございます。おはようございます。いつにないテンションですね。いやいや、もうね、今は5時15分ですよ。今日5時半にね、はい、一応待ち合わせですけど、あれですけど、ここはですね、広島県の広島市に来てますけども、何の日ですか、今日何の日ですかね。上田正雄の、お誕生日ということです、ね。ちょっとね、今から撮影に行くんですけども、ちょっとサプライズでですね、 お誕生日の戦場パーティーをですねしたいと思いまして、やりましょう。はい、2人でちょっと計画をしまして、ちょっと先に正雄さんが来る前にちょっと撮ってるわけですね。はい、はい、はいはいはい。ああ、ちょっと朝から無理して今ねテンション上げてますけど後ほど盛大に、サプライズしたいと思います。はい、喜びますかね。それはちょっと不安ですね。そうですね、やめろよみたいな、嫌がると思うんですよ。そうか、ね、言うかもしれないですけど、まあそれも照れ隠しということで、はい、やっていきたいと思います。そうですね、はい、じゃあちょっと正雄さん待ちましょう。よし、今日頑張っていきましょう。よろしくお願いします。おはようございます。おはよう。来たぜ、広島。来ましたね、広島ですよ。初じゃんね。広島初ですよ。広島から出るのは初なんだけど、去年も来てんだよ、近いところ。黒岩さんの時に。そうそう、松山と同じ場所だからね、釣り場的には。なるほどなるほど。そう、どうも、初広島。はい、なんかよくまだわかんないですでもウキウキワクワクしてます。はいはい、あ、久保くん、あ、やる気満々じゃん。あ、もう顔出してますよ。久保君、予習してきたかどうか知らんけど、一応聞くんだけど、はい、この番組、上田正雄のひねずりさせてもらえませんかという番組ですよ。はい、今日、まあ、明日もやる予定なんだけどね、一応ね、あの、ひねずりさせてもらえませんか。はい、ちょっと、何、ちょっと何、ダメやろ、もうしてるんだけど、もうしてますけど。オッケーやろ。なんかやべえ、オッケーって言われてる。斬新だな、これ。この瀬戸口っていうのは、スーパーライトはやるんですか。やるよ。あ、やるんですか。でも、なんかタイが、ほんとポロポロしか釣れない。あー。なんなんだろうね、わかんない理由は。結構頑張ったんだよ、はい、昔から。はい、あんま釣れないですか。そう、なんか、イワシついてないととか、なんかいろんな、そんな感じ。俺は絶対そんなことないっつって頑張ったんだけど、去年も相当苦労したもんね、ジグで釣る動画で。ああ、去年松山でジグで釣らんと平場しちゃダメみたいなルールでした。はい、周り平場でバッカバカ釣るのにジグで全く釣れんくて。でしたね。これ瀬戸内は魚種はどうなんですか、種類は。少ないね。あ、そうなんですか。へー、いろいろいそうなのに。下道釣ってもアコ、サメ、ヘソ、アラカブ、なもんかな。そんな釣れん。多くはないね、ほんと。まあ、その、多分釣れるよ、他にもいろいろ。ただ、その限界みたいに、下手すりゃ限界なんて下手しちゃったら、一日やってタイよりも他の魚の方が多いみたいな。ないないね、絶対ない。群れが抜けたかもしれんって。昨日の。でも結構あるんだよね、この海も。俺が来ると釣れんくなる説が出た何にする勝負、枚数、でもサイズ、サイズにしましょう。サイズ、サイズ、そうだね、それ勝負します。最小ミニマムよし、分かった。3匹で100センチに合わせろ。3匹で100センチ。3匹で100センチ。よっしゃー。マジ？ちょうどいいよこれ。ちょうどいい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 ってどういうこと？で3匹で100センチ。ああ、そういうことか。35センチぐらいってこと？多分そんなもん、40ありなし。
それ後で入れ替えありなんですか。もちろんもちろん。40がでかいんだよ。確かに。ちょっと大きいでしょ。33、33、33だから。だから1匹20センチ台を混ぜたいんだよ。50代、50代、ちょっと50代、やべえやべえ、絶望。終わりかな。7だったらもうマジ、もうアウト。やっとマックロクロスに来たよ。全部、オールブラック。あ、ちょうどよさそう。ちょうどよさそう。いや、ちょっとでかくね。いや。ちょっとでけえよ。ちょっとでけえんじゃね。はいはい、やりました。オールブラック、かっこいいですね。マックロクロスケに来ましたよ。いや、ナイスですよ。いいんじゃない。いいですよ。ナイスティー。ナイスティー。イエーイ。ナイスティー。ちょっとでかすぎるな。ちょっとでかすぎるな。こいつでかすぎたな。32だね。いや、まだ伸びますって。38。いったな。詰めましたね、結構。え、何センチって？38。いや、でかすぎだよ。次20センチ釣らないから。やべえ、難しいな。やっちまったな。ちょっと大きい。真っ黒来ましたね。真っ黒クロスキーいいね。かっこいいですね。真っ黒クロスキーいいよ。よし。でもあれだからね、2匹じゃ土俵に上がれないからね。でもあれだったな、やっぱ昨日電話したクロワフィッシングサービスのゆうきくんの言うこと聞いて正解だったの。全正解でした。まるっと言うこと聞いてるから。こんなデッドスローしてるマスオさんなかなか見ないですよ。いやでもやっぱ瀬戸内とか、瀬戸内っていうかバーチカルはこれだよ。東京もバリゆっくりしとったのが。あ、でしたね。釣らない。悔しい。な、悔しい。何が悔しい。何が当たりもなくて悔しい。だって俺もでもあの1回だけば当たり。まあ潮が出してから。でも関係ない。ずっと集中する。関係ない。しよう。関係ない。やばいな雨。何年をした入ったの。まあまあ辛くない。辛い。激しく寒い。これはデートなのか。答えは出ないまま。激しく寒い。駅はもう目の前だけど、It's alright, only you. 君が熱い恋をするなら。なんやねん。なんで当たんの。お祭りしてるこれ誰か。何魚ではなくないこれ。あ、悪い。いや、魚じゃない。いや、誰もわからないので使いません。いや、結構わかると思う。いや、わかんないっすよ。いるよ。わかんない。だから、その正規のフレーズは言わないで、これが何なのか、誰のコメントなのかが分かったらすごいっすよ。マジで、絶対わかんない。ん？なんだ？あー！やべえ！やっちまった！やべえ！これどうしよう！まだ爪履いてないぜ。怖い。やばいよ、絶対やばいよ。あ、こっち見た。危ない。なんで俺の方向けるんだ。ちょっと俺んとこ来ないで。ちょっと。やばいぞこれ。こっち向いとる。はい。出てる。
やべえんだよモンゴイカ、炭の量がアオリイカの3倍。なんか俺持ってんな。そう、俺平場やってたら2回目かな。すげえ、なんか変な違和感あるなと思ったらこいつか。カチョウコさんの顔すっげえ、カチョウコすっげえ。ちょっとも釣りしてないからね。あれ、なになに、どうした、ヒッツ、どうしたの。いや、魚じゃない、怖いか。マナセンドってよ。いなくなりました。えナイスガッシー。はい、ナイスガッシー。ガッシーいるじゃん。はい、はい。あー、やった、いいよいいよ、当たりが出てきたよ。何この屈伸。やがって当たった、当たった、いいよいいよ。似てないと思って。いや、起きてますよ。そう、すごいなと思って。雨でも頑張りなさいよ、あなた。ちょっと出ましょうかね。さっき久保さんのリーダー見たらこんぐらいしかなかった。そう、あいつもショートリーダーだった。すげえ、こんぐらいしかなかった。すごいやりない。松本さん超えてますよ、リーダー見てください。寒い。俺の陣地入ってくんだよ。こっち来てんだろ。ね、で頑張っていこうぜ。はい、で頑張っていこうぜ。はい、あーまずいなこれ。なんか当たりがなさすぎてヒントがないもんね。マジ、なんで？タイ？タイじゃない？そう！これちょっといい感じであった。スコット抜けてね、回転が。しかもこれちょうどいい26センチぐらいの差。がバレた。あ、うっそー、マジ？今日なんでかけられんの？くーやしい。久々に言おうかな。やっぱ出ようとしてる杭は打つからな。また杭って言われてるよ。言ったな、またマリ君と同じこと言ってるわ。再現になればいいけどね。うわっ。なになに。ナイスナイスナイス。あれミラクルやったねえ。ここマジ80度が出るからね。まあ、マジ信じてないと思うけど。あ、当たった、当たった。え、当たった、当たった。マンマ当たった。あー、ついてるついてるついてるけど、あー、ついてる、まだついてる。中入った時全然見えないです。まだいる。そのまま連れてきたらいいやつ。最後まで頼むよ。ダメだわ。さっきずっとゲーム実況見たやん。はい、ストーリーがすごい変化して、多分すごくいい音楽とか使われてるはずだから、結局ホテルに帰ってもう一回見なきゃいけない。え、当たったっすか。
でもすげえちっちゃい。いや、すごいちっちゃい。ちっちゃいですよ。当たったじゃない今。当たった。おお。ナイス悪くないじゃん、しかもおおあ、俺もさ、俺も当たってるよ。おーいいんじゃない、いいんじゃない、いいんじゃない。結構いいよね。いい、結構上じゃなかった。上ですね、一回下で上がってじゃん。まあまあ巻いとったもんね。おおおおおおいいじゃない。当たりあるっていいじゃない。ちょっとナイスすぎやん、ちょっとちょっとナイスすぎやん。もしきちょっと浮いてくるんじゃない。ちょっとナイスすぎじゃない。ちょっとえ、うそ、いいじゃない、いいじゃない、いいじゃない。あ、見えてきた見えてきた。あ、ナイスティーだ。おーおーおお、あ、ナイスティー、イエーイ。あ、ナイスティー、やべえ、チャラい球だよ、チャラい球。ちゃんと、ちゃんと、ちゃんと、チャラ球だよ、チャラ球。ナイスティー、やったね。チャートじゃん、今日いいです。いやいや、いいな、ナイス、一言ありがとうございます。ありがとうございます。おいおいおい。でもちょっと声ちょっとでかくないか。ほらやばいっすね。ほらちょっとこれちゃんと揃えて、ほら43だね。じゃあね、43やばいね。ちょっと大きすぎたんですね。ちょっとやばい。イエーイ。オッケーオッケー。OK OK、今当たったよね。当たったよね。どうだ、勝った。イカじゃん。イカ。イカ。イカ。何釣りだと。すごくない？タイよりイカの方が多いでしょ。タイ2やにイカ3よ。イカ玉とかあるぞ。もう繊維喪失です。ね。繊維喪失。マスオさんもう一匹釣ってくださいよ。もう一匹。船長ケーキやっていいですか？こっちも。あ、了解です。マジか。そっちから行かせてください。そっちから行かせてください。マサさん、お誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。今全然そう聞いてお誕生日おめでとうございます。でもじゃあみんなで歌いましょう。せーの、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーリアマスオ、はい、ハッピーバースデートゥーユー、おめでとうございます。ありがとうよ。はい、おめでとうございます。マスオちゃん、お誕生日おめでとうございます。お腹空いててよかったな。そう、今日デザート買ってなかったから。お好み食わしよかった。ちょうど、はい、食べて。こんな雨な過酷の日にまさかの。誰だよこのマスオちゃんって。マスオちゃんでしょ。俺のことマスオちゃんっていうやつまんまレアだぜ。え、大変だったんですよマスオさん、定期買いに行くの。いつか行ったもんな。まさかのこの船長の奥さんに買いに行ってもらいましたよ。マジで。本当に昨日船長に頼んだら船長がひらまさずりでいないっていうから奥様に頼んで行ってもらいましたよ。じゃあアンサーしてあげますよ僕が。何歳になったんですか。28。44です。え、ね、もう四十四ですよ。そう、28じゃない。え、28じゃないの。44、はい。ほらね、これブルーベリーも、はい。なんだこのおじさんたちは。ほら
なんだこれ。はい、あとは自分で食べて。44歳ですよ。ちょっと抱負聞いてください、カリオさん。抱負を。44歳。抱負。そうですよ。なんだろうね。カリオともうちょっと仲良くさ。ああ、それは大事ですね。もうちょっと広いところで、この内輪じゃなくて、もっと広いところで。まあ、結局変わらないじゃない。変わりないじゃない。やる変わらないじゃない。ちょっと痩せてんな。何も変わらないじゃない。これをもっと広くなる人に広げていく理解してもらえる。あの俺がアニメオタクであることをもっと広く知らしめる。全然釣り関係ないですね。でも今年の目標はでも なんか全国行きたいから。そうですね、まあ、全国でね、なんかいい思い出ができたらいいなと思うけど、うん、そんな44歳一発目ですけど、今日YouTube では初めてのこの広島。まあ大丈夫で明日もある。